まずは卒業アルバムから見ていきたいと思います、うん、まず今泉さんと写真こちら、はい、全然もうなんか北川景子みたいな、そうそうそう、シュッとなんかなんかね。さあ、じゃあそれでは続いてまいりましょう、はいはい、続いては小林さん、小林さんいきましょう。小林さんはこちら、うん、ああ小学校の卒業アルバム、変わんないね、やっぱみんな変わんないね、いない。続いていきましょう、はいはい、続いて長浜さん、ネル長浜さんの写真、うん、こちら、あもうネルじゃん、もうネルじゃん、もうこんにちは長浜ネルですっていう、何が嫌なの、髪なんでそんなボサボサなんて髪ボサボサがいいの、小6なんだもん。そうですね。続いては、羽生さん、羽生さん、羽生さん参りましょう。本当にこの写真はこちら、あれ顔ちっちゃい、うん、でなんか顔ちっちゃいね。続いて、石森さんあれじゃあなんでこの良かった順、良かったじゃないですか今まで、何一つ悪くなかったじゃないですか、まあ、まあみんな可愛かったね、なんでここで私持ってくるんですか、うん、でもちょっと見ましょう、見ましょうか、石森さんの卒業アルバムの写真こちらいやいやまあね、確かに今までの流れとはちょっと変わったかもしれないちょっとね、うん、ちょっと道はそれましたけど、でも全然いいじゃん。続いては斉藤さん、写真はこちら、あれあれ斉藤さんどうしました、斉藤さんあれひょっとして何、私と同世代ですかさあ、それ続いてまいりましょう。続いては、ヨネさん、はい、ヨネさんの写真まいりましょう。こちら、ヨネさん、ヨネさん、ヨネさん、ちょっと待って、これ主婦じゃないの子供3歳の子供がいるでしょこれ。本当だ。いやヨネさんはヨネさんなの。そう、ヨネさん変わってないの全然。でもなんだろう、小6の子供感が少ないの。確かに。確かに。もうクッソ地味でしたよ。クッソ地味。なんか渡辺理香だとか言うんですよ、それならできる、あ、それならできる、渡辺理香だ、うん、そうやってる、悪魔みたいな、悪魔みたいな、悪魔みたいなやろうか、あ、二人でね、やって、おはよう、おはよう、渡辺理香だ、今日も一日、今日も一日頑張ろう、頑張ろう、なんなの、知らなくやるってなんなの、このスイッチなんなの。じゃあ、はい、言ってやれよ、絶対潰してやっからなえ、もう何、何かを潰されるそういう、そういうことです、もう狙われてるぞ、ゴリアの鋭いショットに小田原が早くも空振りうまいあれひどいな、これはやばい、打ってくんないと試合になんないんですけど打ってくんない試合になんないんですけど、森屋の挑発、あ、かっこいい、おぜき、おぜきスタイル、おぜきが何これ、ターン回れないんだサービスと吉田です、お願いします。さあ、そしてこいつらキヤキチェンズ、怖い怖い怖い、やっぱいろいろストレスが溜まってるんですよ、そうですね、長澤くん、長澤くんいいじゃん、いや、長澤くんいける、これはいけるよ、大丈夫大丈夫、さあ参りましょう、長澤くんのスーパーボールキャッチお願いします、みんなすげえ、ゲッ！
だいぶ緊張する。出てますよ、体勢が不器用な感じ出てるけども、さあ菅井の挑戦お願いします。これは終了、しょうがないです。菅井さんの見せ場がありましたから一回弾いたもうこれがこれがこれがスローでね、スローでお届けしますよ。いやいや、すごい。次のゲームもあるから、あのメンタルをだから折れないようにしなきゃいけない。失敗した子はそうだよ大丈夫ね大丈夫ね次よ次行こう。本当ごめんいいのよ泣いちゃった。そうだ、終わったと思ったのにこの気持ち味わいたくないんです。さあ、お席下に落とし込む。高い。ちょもうラインだいぶ出てるよラインだいぶ出てるよ。もうラインなしね。行くよ、お席から菅井へ。落としたおろしだけだよ。落としだけです。行くよ、せーの終了。それではまた来週、さよなら。本当にやだ。あれでもまた菅井様の悲劇になるんですか。本当にないんだよ。本当に。お願い。どうする？何？泣いてる。菅井様、泣くのはダメ。ポップなゲームだから。ずるいよ。じゃあもう一回いきますか。いいよ。菅井様の涙に免じて泣きの一回チャレンジ。じゃあ行くよ。行くね。終了。それではまた来週、さよなら。本当にお願いします。おい、号泣じゃないよ。ちょっともう、そんなに涙がポロポロ垂れるほどのゲームじゃないんだよ。もう一回いきましょう。じゃあもう次で決めよう。すごい濡れてるんですけど涙で垂れ落ちるぐらい涙。もういくよ。すいません、本当にライン関係ねえけど、そのまま入れんじゃねえの、もう。マダムシンコのマダムブリュレー。鈴本さん、鈴本落ち着きなさい。やばいって。結構やっぱ長澤、井口、原田が結構同じペースですね。やっぱこの3強はすごいですね。すごいですね。うん、鈴本さん応援してあげてよ。頑張って。はい、トライアスロン耐え抜いたのはやはりこの2人。25分食べ続けてるんですよ。これ俺できないな。これできないです。そうですよね。はい、鈴本どう？葵食べた方がいいよ。限界迎えてる。メンバーに食べた方がいいよ。ひらがなのリーダーをねる。はい。ネルはひらがながなんですね。ひらがなだけの、はい、オンリーね。オンリーでございます。ちなみにネルはその漢字のメンバーからしてみたらひらがなに持ってかれちゃってもいいの、これは。良さげだな。ネルはいらない。ネルの歌欲しいかもしれない。ネルの歌欲しい。どういう意味で？ネルの歌声はやっぱり漢字ケーキにとってすごい大切な歌声。ネルの歌声って どんな感じどんな感じだっけ？僕はやだ。一番バカにしてるやつ。回ってみる。後ろに。なんで？そっちが高いから。どっかの部族が。こっち。こっち？あ、そう。うまい。いけた。え。いやでもめちゃくちゃ面白い。この感じなんかそうですね。さらに
みんなめっちゃ爆笑。でこうやってよしこうやって右にめっちゃ体重をかけた。おあああああ右右右右右面白い天然のドッキリエースじゃん。ずっと